吉宗評判記暴れん坊将軍。江戸城評定所前に置かれた目安箱は八代将軍吉宗の至聖の目玉であった。そこには切々たる庶民の訴えがあった。これを取り上げた吉宗は直ちにその祭りごとに反映したのである。例えば貧しい病人のために小石川養生所を設けた。あるいはいろは四十八組の町火消しの仕組みを整えたのも目安箱へ訴え出た庶民の願いと聞いたからである。目安箱のおかげをもって救われた者は数知れずでございます。そちたちが俺の心を心として働いてくれたればこそだ。いや、恐れ入ります。それにつけても下船のは大阪の目安箱だが。は、大阪にも目安箱を設けておりすでに1年。どのような訴えがあったものやら、大阪城代に安藤首里から何も言ってこんのはどうしたことか。忠相、俺は大阪行くぞ。辰五郎、頼むぞ。こう奉行様に言われたんじゃ俺も男だよ。お前たとえ火の中水の中だ。あ、おい、お前らもしっかり留守番頼むぞ。おさえ、寂しいだろうが我慢してんだぞ。お前さん。いらっしゃい。ほら、おかみさんも早く支度しねえと。ほら、おまっちゃんも急いでよ。ねえねえ、本当にいいの？知らないよ。叱られたって。富士のお山に雪白く、行く駿河路は今日も晴れ。この分ならいい旅になりそうだが、とはいえ道はまだ遠く、安心するのはまだ早い。千葉堂島土所町あたり。なるほど、これが大阪か。元気のいいのは秋人ばかり。江戸じゃふんぞり返っている侍がここではとんと影薄い。どうじゃどうじゃ。よそのことは知りまへんけどな、この辺ではお侍さんの値打ちはさっぱりですわ。なんせな、お大名はな、のべつ町屋へ借金をしに行くわ、お役人がたかりに行くわでな、偉そうな顔もできまへんわな。お役人がたかりに行くの？ええ、たかるわ、呼ばれるわ。それもな、大っぴらに北や南のフロアで毎晩派手にやってありますわ。行ってまいりました。どうぞ。目安箱ですか？はい。奉行所の門前には一応置いてありましたが、ついぞ開けた様子もなく、鍵も錆びついておりました。大阪城代はたるみ切ってるようだな。一周もって国の向こうにも進化の務め、多分の将兵楠木正成が、これが最後の戦と思いけるや。太平清美か。嫡子正敦が今年11歳にして共したるけるも、思うよありとて作代の宿よりかわちへ返し使わすとて、そもそも分かるか。分からん。
青草、お前らには商売にならんのじゃ。正重正津は桜井の別れの下りでございますが。でももう太平記を知っている人は少ないでしょうね。楠木正成公、忘れてもいいという人ではないんだが。延元元年5月、後醍醐天皇に背いた足利尊氏は水陸数十万の大軍を率いて九州から都へ攻め上った。彼を迎え撃つのは南朝の中心、楠木河内の守左衛門の城正成。七将報告の誓いも固く、決死の軍を摂津の国港川に進めた。だがついに収穫適せず、正成は弟正成と差し違えて壮烈な戦死を遂げたのである。正成正成に続いてその子正面正憲も戦死して、楠木の家系はことごとく耐えた。そして星移り人変わって400年、今は楠木正成の名を伝える人も知る人も少なく、河内の国は金剛山の麓、正成出乱の地にただ少々と作風が吹き渡っている。ええ女が連れとれんけよ、あにゃ。我だけ夢そらさんと、我らにも分けたりや。そうや、姉ちゃん。姉ちゃん、我らと連れ持っていいからな。文句だやろ、あにゃ。あにゃんとは？あにゃ言うたら我のことやねんけよ。我とは？な、ほら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 。姉ちゃん、可愛かったるで。な、一緒に行こう。な。おいおい、この女、お前らの歯に合うかな？何回するで、あんたら！黙ってん！ぬれ。姉ちゃん、可愛がったるよって。あだ、おお、おお、おお、ちぃよ、話しよ。あれ、大丈夫か？ほんとに、それ見ろ。いてまえや！やろ！ああ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 あ、ほいで相手は何人おったんじゃ。男が一人と女子が一人、締めて二人出した。二人？あかん、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 湯は向こうでしやろうな。あ、そう、ありがとうよ。こちら、あの、あっしゃ止めた人形、ダメだって怒られるか、そしたらね、おかみさんとね、あれ来た時が構わないから行こう行こうって言ったらね。はねるも来てるのか。こっちへ、こっちへ、どうぞどうぞ、こっちへ、どうぞどうぞ、はい、どうぞこっちへ。はぁ、ようお越し。なまんだなまんだ、なまんだ。早速ですが、ちょっとお尋ねしたいことがありまして。はぁ、わかってま、わかってま、わかってまっし。今日日はな、もう万事うちわでやらはのがよろしい。まあ、そうでんな、三両も弾みはったら、そこそこの葬式はできますさかいな。葬式？ほなら、どなたんが死なれましたんや。いや、せっかくだが、弔いを頼みに来たんではないんだ。へたら、報じてっか。それでもない。ほな、一体。楠木正成公のお墓のあり場所を教えていただきたいんですが。楠木正成公津と、うちの檀家にはそんなおらんけどな。檀家ではない。
楠木正成、大南湖のお墓です。大南湖、ますますわからん。何やそれ。何やということはないでしょう。ところも河内の赤坂村、しかも庶民を導かねばならん僧侶のあんたが正成公を知らんでは済まされんでしょう。無理言ったらどんならんな。坊塚で知らんことをおますさかにな。楠木正成公ですぞ。大南湖様ですよ。知らんちゅうてんのに、もう帰ってみろ。もういや、全く呆れ果てたやつだ。あれでもお坊様でしょうか。それが当節なんだろう。お、その日その日の生活に追われ、他のことは顧みるいともない。ましてや歴史などとは縁遠い。それが今の世の人の姿であろう。奇特なことだな。この仏様は？はっきりしたことは分からしまへんけど、ただうち、せめてうちらだけでもこのお方たちのお墓やと思ってますね。このお方たち？天使さんのために忠義な働きをしはって、最後は兵庫の港川たらいうところで討ち死にしはった。楠木正成公。そう、そうでっしゃ。これが正成公一族の墓か。そんな立派なお方に住まいような汚いところで。半蔵殿。はい。よろしゅうございました。俺たちもお参りをしたいのだ。どうぞ、たんと参ってあげとくんなはれ。草に隠れて人の目につかず、路傍の石くれにも似たこれが南朝の中心、楠木正成ゆかりの仏なのか。こんなことがあってよいものかと石を抱いて泣く吉宗は、徳川歴代の中でもとりわけ尊王の志厚い将軍だったのである。半蔵様。はい。この辺りに石屋はないか。石屋でございますか。うん。この度大阪へ参り、河内の里へ足を伸ばしたも何かの祝宴。俺はこの地、このところへ楠木正成公の碑を建てたいと思う。よろしゃまんな。おたら入りますぜ。さあ入った。さあ入った。さあ入った。よっしゃ、大丈夫。勝負や。そう、よいつの半。百両も。それみんな高橋さん持ってくの。ああ、うん、出すもん言うたら親の総連でも出しとうないってしぶちになったが、えらい気前ええねんな。ああよ、こいつが10倍にも20倍にもなって戻ってくるんじゃ。どうせイカ様で儲けた銭じゃガタガタ抜かす。ここでございます。ごめん。もし。こんにちは。大使、いっぺん言うたら聞こえとるわい。はい、表紙面帰れ。こちらは石勘さんのお宅ですか。あおか、悪い。石勘はここやと知りゃこそ湧いて出てきたんやろ、ダボ。すいません、そうでした。感心してけつかん。何の用じゃ。墓を一つ作ってもらいたいと思ってな。どうやって。一つ墓を。墓は分かっとるわい。まさか石屋来て家建てちゅうすかたもらんやろかな。ごもっとも。せいぜい墓建てちゅうからには我々は世主やんけな。世主なら世主らしいうだうだ言うとらんと、貫禄墓建てろと、それだけでええねんやな。では改めて、貫禄墓を建てろ。いやじゃ、そんなのないわ。メンタすっこんどれ。おメンタ。なぜ断るんだ。無駄や無駄やんな。お前、無駄にも何もまだ誰の墓とも言ってはないよ。言わんかて分かってるやな。親の墓やろがな。高校をしたい時には親やなし。ざあ見ざるや。お今さら親の会も意思に刻んでどないなるのじゃ。
おんどれの胸に刻んどけちゅうてんのじゃ。大層察しのいいことだが、俺の建ててもらいたいのは親の墓ではない。へだらガキかい。あはあはあ、そこの女子と、せやろ、不義の子っちゃっちゃね。まあ、そんな風に見えるのかしら。何を喜んでおる。近頃流行りの水子を食いおっちゃっちゃ。違う。もう心機臭いな。一体全体どこのどいつの墓じゃ、さっさと言わんから日が暮れるわや。知っとるか、楠木正成公というお方の墓だ。はあはあ、そやったんか。おんどりゃどうもおかしいおかしいと思ってたら、くそなめやがって。お前がキャラ無礼者。何を邪魔しよ。安全性も構わてない。しかし、ならん。ほら、悪い。河内の石川に騙そうと思うてもな、そうはいかんと、ほら。何を勘違いしておるんだ。何、俺が何を騙すと言うんだ。まだじゃらじゃら抜かすのか、我は。もうとっとと言いたらせそうだよ、ほら。お父っつぁん、どないしたの。お寺気ぃつけよ、ちょこい、こっちへ。こいつらな、安藤のほれ、安藤修理の回し者やぞ。安藤修理？お宅らさっきの。いや、あの時の。お寺口聞くな、お。お父っつぁん、この人らがどうやっちゅうの。言うとるやんけ、うまいこと化けやって。わし、正成様の墓掘らそうと探してけつかんねん。誰らそうで乗るか、ありゃ、ここだろな。お父っつぁん、そら違う。何がい。この人ら、安藤藩とは関わりあれん。正成様のお墓をと言うてはるんなら、ほんまにしっそこそない思ってはるんや。何やって。うち知ってるね。さっきこのお侍さん、正成様のお墓がこれでええんかって嘆いてはったみたいや。そやのにお父っつぁん言うたら、いつもかも偉そうに言うてるくせに、ええお人か悪い人かぐらいの見分けもつかへんの。まあ、そう言うたらやな、何度のこうはんなりした顔してはるかな、俺。ああ、お前いとなかったかい、おい。大丈夫だ。ああ、いきなり突き飛ばして痛かったかはないもんだ。本人が起業大丈夫だ言うてんのやろ。だったらお世話焼き。そうか。ほんまに慌てもんでしょうか。どうぞ堪忍したってください。いいんだ、それより正成公のお墓だが。おそれやがな、曲がれや、ゆっくり話聞こえないけな。俺も聞きたいことある。曲がれやよ。うん、でお前らもな、あんたよう見たらビッピンやな。本当？ベンジャラじゃ。はい、ほなどうぞ。ご城代への献金だな。いい、そういうかって。それにしてはうちとら、百両とはまたけつったな。めいつとはな、文句垂れる蚊がバチリ張り飛ばして、目いっぱい持ってきましたんですし。あのさつきが丘の土地を払い下げてもらい、色町を作ってごっそり儲ける元手にしては安いと言っておるのだ。うん、そのいじめんといてよくなれな。儲かったら儲かったように、またその時安定しますねんな。正成君の墓を建てたいとは、安藤首里大夫も必要なことだが、どうして断ったりしたんだ。置いてくれ、ほんまに。何が主張なもんかれ。まあな、見てくれ、この胸くその悪い。ほんまに、ええか、よう見や。これが表やわ、この字の小さいこと。それでな、これが裏じゃ、大きな字やわ。これは、それちゅうのもな、みんな踊れの縄が売りたいばっかりやないかい。なんや、あいつは今度その老中たら注文になりたいな。そうな、じゃあこの際盛大な売っとこちゅうどこやろかな。オケちゅうのじゃ、ほんまに。そんなさもしいことにはな、正成様の名前出しにされてたまるがれや、おら。それに一回世子の縄はいらん。ただ正成様の名前を表したいのやちゅう思わんの言い分。ほんまに申しやん。あの、新やんと言わしてもろてええねえな。ああ、ほな、新やん、わいはもう嬉しいで。俺も嬉しい。父さん、やってくれ。やらいでかい。河内の石川一世一代の大仕事じゃ。馬鹿しとけっちゅうのじゃ。頼むぞ。ほな、あの、早速碑文を直てる。はい。
中婚の日。こらな、ええもんができるで。さてとこいつを立てる式っちゃけどな、こつと。お父っつぁん、さつきが丘はどうやろう。あそこやったら金剛山に真向かいで見晴らしもええし。それはまあさつきが丘ならええけどもやな。けどあそこはお上の土地やどうや。よし、そこに決めよう。いや、おまんが勝手に決めただけへん。いや、かまん。いや、かまんことになったのだ。なになっとるんだ。ここ別じゃないのかい。え、お弁当ですぜ。いつまで食うてんだわ、あれ。仕事や仕事や、もう。何さらしてけすかね、若いもんがフラ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 さらしやって。ここに力入れるか、腰に。おいで、お前どこ行くね、どこ行くね。はいはい、ここに置くね。ケツ振れ、ケツ。後ろ、後ろ。ケツ、おのれのケツとちゃう、おんだろ。新さん、頭、邪魔しちゃいけないと思ってすっこんでたんですが、大津で追いついたんですよ。そうか、忠助から聞いたのか。そうか、まあお茶でも飲もうか。ええ、しかしね、新さん、足も小渡りに当たってみたんですがね、安藤修理って大阪城代、ずいぶんなんかいい加減な安らしいですな。アキンドたちは表じゃお城代様、お殿様ってね、こう立てまつっちゃいますけれどもね、考えじゃあきれきって舌出してるんですよ。新さん、ここは一番熱いお気を据えてやったらどうですか。進んだかな。いや、それが。なんや、たったのこれだけ、ちょっとも進んでへん。何かしくじっておじさんを怒らせたんじゃないの。どうじゃないと。お父っさん、どないしてん、そのざまは。大丈夫、ね、やらずに、やらずに。おいしね、悪いけど、この仕事な、どうも、ああいうのないぞ。何か、気に障ることでもあったのか。あったのか。アホ、カーも飲みもあるから、終わりだめのコンコン時期じゃ、アホ。お出る、聞いて。わいはな、この仕事に魂打ち込んどんねやろ。よそいもせんと、ほんまやったらな、夜飲みも年度もやりてくれのもんやねんけ。ほんなら、なんで仕事ほったらかして酒みたいなもん飲んでるねんな。これが飲まずにいられるか、じゅうやつじゃ、おええか。仕事にかかるやろ。で、調子が出てくるがな、やはり嬉しいやと思ったら、下にどんがらがっちゃって来たらすんやないか。手止めてどんがらせんならやないか。ようようやり過ごしたやな。また仕事続ける。ああ、嬉しいや、調子が出てきたもんだ。下にどんがらがっちゃ。まったくこんなことで、お前仕事になると思うけ。一世一代の仕事になるけ、これがおいしいや。参勤の時期でもないのに、どうしてそう大名行列が通るんだ。大阪参りじゃん。せやめ、丹波のバカ殿がお前競争で大阪城代の機嫌取りに行けんねえねえけ。とっつぁん、分かったぞ。
どないわかったのじゃ。明日から大名行列を通さんようにする。ああ、そないして、して、待て待てよ、お前よ、我らほんまにこの頭ちょっとおかしいのちゃうべ。そんなことはできるかれ。できるかできんか見ていてくれ、半蔵殿。ひとっ走り、神奈美と佐山へ行ってくれ。わかってるな。はい。よいよ、俺たちは何しに大阪くんだりまでやってきたんだ。まったくだ、てめえがいけねえんだよ。よりによって頭にお前湯はどこだなんて聞くやつがあるか、バカ。いや、さあ、ほら、ブツブツ言ってねえで、あいとこやっちまうぜ、ほら。おら、おら、おら、ここで何されすんじゃ、おら。うわー、また柄の悪いのがやってきたぜ、兄貴。柄悪いって誰に向かしとんだ、ちまくぞ。おんどら誰の許し受けて、勝手な間にさらしとんのじゃ、よるわれ。お前の許しがいるとでも言うのかい。誰だいてめえは。いやー、丹念てくれた。わいはこの河内一円で泣っこも黙るちゅうゲジゲジの牛トラで。牛トラ。ゲジゲジの牛トラとは妙な名前じゃねえか。おい、よう丹念てくれた。わいを産むときうちのほかに難産でな、牛年の大晦日に陣痛が始まって、ほいでわいがやっと飛び出してきたときにはもうトラ年になっとってん。ほいでつけてもうた名前がな、牛トラと。おおやぶん、何の話してまんねんな、この忙しときに。忙しいねん。つまりやな、そないせ二年越しで生まれたこの牛トラを舐めたらどないなことになるか思い知らしとるちとるんじゃ。やろうとも、こいつらのあばらボボキと打って爪楊枝にしてまえ。やれやれんかい、見てやめ。やられた方が情けないの。えい、このままじゃすまへんの。覚えてけっからへんとな。私する司令部の統治大官生駒九内が召し取って訴談してくれる。それ待て。石屋、何を作っておる。楠木正成様のお墓だがな。おお、作ってくれておるのか。生駒、それなら話は違うぞ。どれどれ。なんだこれは。言うてましゃ、正成様のお墓やと。要はこんなものを頼んだ覚えはないぞ。こっちはもう頼まれた覚えや。お前売れ物、ご城代様に向けて何と言う。もうええさか言っとくな。あれもうややこしいな、こっち忙しいて。もう己をないがしろにする二の着物。くっ、待て。己が向き清水だ。行こう、成敗せい。神野君、下がっておれ。ええー、キレキレ皆この人生やろう。
江戸の恵みが引き出してるぞ。やろ、きゃがれ、きれいきれい、成敗せい。修理、久しいの。何？見忘れたか。安堵しろ。窓が開いてよく見ろ。上様！一度も帰れ！上様なるぞ！上様？はっ！とんでもっけどな。だからなんだ。どないなってんのこれ。あの会社なんでんねや。これがでかい。上様じゃ。上様。久保様じゃな。久保。将軍様じゃ。将軍はんでか。うわはあ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 。いや、ほんま。深い。深い。ほんま。深い。修理。その方、老中の職を伺いおるそうな。決してさようなし軽職の座というのは自ら焦り求めて得られるものではない。それにふさわしい特措力量が備われば求めずとも人は天下が押してくれよ。しかるに何ぞや。妙義のために悪戦を集め自分の名を売るなどとはもってのほか、大阪城代の重責を何と心得る。貫禄、構わん。仕事を続けろ。何です貫禄、つまようたか。将棋じゃい。では何故、火を砕くとするんだ。気に入らんのは何だ。頼んだやつは気に入らんのじゃ。将軍がスカートじゃ。お父さん、なんちゃこと。やし、おったか、俺、かばかれ。まあ、どうせくれんなんねや。言うだけのこと言うて死んだろかや。おい、ひや、お前こいつ頼むときにどない言うた。正成公を忘れてしもた世間のありさまがないかわし。確かそない言うたな、おい。いかにも。いかにも収まるな、ダボ。いかもたかもあるかれ、我れ。ないかわしが聞いてあげられてちゃんじゃろかしいで、おい。そういう世間に誰がしたのじゃ。そういう世間を正すのは誰じゃ、我れやないけ。将軍やないか、おそれはおまんはな、今までの将軍はんとちょっと出来が違うらしい。我らのことも気にかけてくれはるそうな、結構なこっちゃ。けど言うたら悪いけどもな、そんなことでお前世の中ようなると思ったら大間違いじゃ。いかけてな、いかけわかるか。江戸でザルか、ザルで水すくとるようなもんやないけ。涼しいからザザザザザザモリで、これはほんまにな、たまらんちゅうやつじゃ。それが証拠に。見てみ、お前の嫌い。あんな状態、あんな大官がおるやないか。貫禄、よくそう言ってくれた。
そうだ、新さん、とっつぁんの言う通りだ。ご政道の大根を正さなきゃ、新さんの言う世直しじゃできっこねえんだ。新さんのやらなきゃなんないことはまだまだこれからですぜ。貫禄、俺を撃て。正重公の火を打ち砕こうとしたその手で、この元能で吉宗を打ち退いてくれ。さあ、こうだ。やめて、バジャーだ、もったいない、やめとくな、やめとくなれ、やめとくなれ、上様、もっと撃て、やめとくなれ、死んや、バジャーだろ、お前を、もっと撃て、殺しとくなれ、上様、もっと、上様、ならんぞ、首里。いや、さっきまでならその方に切腹を命じたであろう。しかし今、命を懸けた貫禄の勇めに悟ったのだ。まず攻めなければならんのはその方ごとき不肖の心を持った俺自身だとな。上様、首里、阻止に一遍武士としての存念あらば、死すべき命を流れて、いや、たった今より生まれ変わって西国の要たる大阪城代の職責を全うしてみせい。よいか。とっつぁん、俺も新さんにはな、随分思い切った大口を叩こうだが、おめさんには兜を脱いだよ。よう口が回らなんだこっちゃと。これで新さん、また一回り大きくなるだろう。とっつぁん、ありがとうな。そうね、おとろしい。めでた、めでたの松飾り、中に人も乙女の花、梅の花。強い男、良い男。エリアコーラセどっこいしょ、めでた、めでたの松飾り。エリアコーラセどっこいしょ、中に人もっと梅の花。梅の花、いやこらせどっこいしょ。
正成様、うちは悪い娘でした。うちこの中婚の日、まだまだ仕上がらん方がええのにと思ってました。堪忍してください。新さん、そっと新さんと呼びましたけれど、その人雲の上、届かぬ人と諦めたおてる純婦の初恋でした。少しは情緒にしたったらどうなんだい。情緒に、おいおいおい、ちょっと見てみろ、お前素晴らしい眺めじゃねえか。本当だね。ああ、それからさらにまた260年、河内赤坂さつきが丘とはどこなのか、吉宗が建てた石踏みはと今に尋ねるよすがはないが、吉宗泣かせた河内男のど根性は今もこの地に脈々と。吉宗評判記、暴れん坊将軍。うまくいったか。なんだか知ってるでしょ、ここが。お前も悪事働いたのか。誰だっておぎゃと生まれて手を汚してない人なんていないでしょ。人は心の問題だと思うが。こんな物騒な彫り物のある女なんて雇えるわけないだろ。見たな、女。あたしさ、あんたのこと好きになっちまって。初雪は悲しき女の死に化粧。どうぞご期待ください。